ある日、僕は行方不明だった飼い猫のピートの姿を街で見かけ、後を追ううちに丘の上の古い屋敷のガレージに迷い込んでしまった。ガレージの主は N 博士と名乗る不思議な人物で、僕とピートをベンディカーと呼ぶ時間と空間を超える車に乗せて、いろいろな時代のいろいろな場所に連れて行ってくれた。おかげでそれまで引きこもりがちだった僕は表に出かける楽しさを知り、今では自分の車を買って博士のガレージに置かせてもらっている。これはガレージから始まる僕と N 博士、そしてピートの不思議な冒険の物語。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。こんにちは。おお、新一来たか。しんちゃんが現れたってことは時刻は5時2分だね。もとこ、何を覗き込んでるんだ。 N 博士がまた面白いもの発明したのよ。昔カメラって言って、時間と場所を入力すると、そこの写真が映し出されるの。例えばほら、ん、うわ、髪の乱れたおじさんが火に囲まれて熱がってる。え、よく見るとこのおじさん、フィギュアスケーターの織田信成に似てるな。ああ、それは1582年6月21日、場所は本能寺。明智光秀が謀反を起こして寺に火を放った瞬間の写真だ。え、じゃあこの熱がってるおじさん、織田信長？そうなるな。わあ、昔カメラすご。え、ちょっと僕にも触らせて。うん、いいけど気をつけて操作してよ。うん。うわ、いろいろな時代のいろいろな場面が撮ってあるな。ん？このリンゴの木の前で長髪の外国人が驚いてる写真は何だろう。1726年4月15日、場所はロンドン。万有引力が発見された瞬間だ。じゃあこの人、アイザック・ニュートンか。そう。面白い。昔の東京の写真がいっぱいありますね。ああ、それはさっきもとこちゃんに、20年ぐらい前まで東京の8月は今ほど暑くなかったって話をしていた時に証拠として見せてあげた写真だ。みんな結構涼しそうだな。この作りかけの橋はもしかしてレインボーブリッジ？そう、1990年の台場だ。風で膨らんだヨットの方がいっぱい写ってますね。それはヨットじゃなくてウィンドサーフィンだよ。昔は台場でみんなやってたんだ。1990年代以降、ビルがたくさん建って台場にいい風が入らなくなって廃れちゃったんだけどね。それと同時に都心にも風が入らなくなり、東京が暑くなったってわけさ。そういうこと。ウィンドサーフィンって今ではあんまり見かけない気がするけど。ああ、確かにね。ほら、でも壁にかけてあるボードを見てごらん。もしかしてあれ、ウィンドサーフィンのボード？そう。思ったより小さい。初期のボードは長さが4メートル近くあったんだけど、今は 2.5 メートル前後だ。マストも軽くて丈夫なカーボン製になり、2つに分解できるようになった。今は車に積んで簡単に運べるんだ。道具は進化してるんですね。おお、そうだ。じゃあ今日はウィンドサーフィンをしに行くことにしよう。え、これから？さあ、便利カーに乗った乗った。ああ、私昔カメラで確かめたいことがあるので留守番してます。あ、そう。じゃあ新一ピート、早く乗れ、早く乗れ。みんな乗ったか。よし、行くぞ。ひらめー。If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
66。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りします。この海岸見覚えがあるな。湘南ですね。鎌倉、それとも葉山？ははその中間の逗子海岸だ。ここはウィンドサーフィンのショップやスクールが日本一たくさん集まっている場所なんだ。ここに石丸さんがお見えのはずなんだがな。あー、いたいた、石丸さん。いやあ、 N 博士。石丸さんってもしかして俳優の石丸健二郎さん？そうだよ。石丸さんはウィンドサーフィンにかけてはプロ級の腕前なんだ。はじめまして、石丸健二郎です。うわー、感激。世界の車窓から毎晩見てますよ。それありがとう、聞いてくれてるんですよね。ロシアンブルー、かわいい猫だね。はい、ピートって言います。あ、僕は新一です。石丸さん、この新一にウィンドサーフィンの魅力を教えてやってもらえませんか？いいですよ。あの、石丸さん、ウィンドサーフィンをやられてらっしゃるんですよね？そう、今 ING 現在もやってるっていう。24年前に始めたんだけどね。24年前？うん、37歳の時かな。なんかウィンドサーフィン、なぜあのあんな板の上に乗って、そうだね、こう進むっていうのが楽しいのかなって。僕もね、最初そう思ったんだよ。なんであんなことわざわざやんなきゃいけないのかって。そうですよね。ね、でね、ある時まあ騙されたようにやってみたわけだ。そうするとやってること自体に体が快感を感じるの。まあ、ちょっと例えを言うよ、はい、野球ってあるでしょ、はい、あれね、まずキャッチボールとかバットを振るとかこう練習しなきゃいけない。バットを振って球が当たったこと自体に快感があるわけじゃないじゃない。試合をやってその逆転ホームランを打ったからみんなで快感があるわけで、手に快感があるわけじゃないんだよ。ところがウィンドサーフィンでやってる最中に体にすでに快感があるんだよ、下手なうちから。それは本当始めた頃から。頃から、頃から。そうそう、例えば風に対して進むとかいう時に風を自分が利用してるんだという快感がある。あるいはカーブする時に遠心力が自分にかかってくる快感がある。スピードジャンプした時とか、その快感っていうのはね、今の時代さ、多分快感スポーツだと思ってるんだね。ちょっと前の僕らの時代は球技の時代だった。その前は格技、相撲とか柔道とか剣道とかで、今快感、例えばスキーもそう、スノボとかもそうだし、サーフィン、ウィンドサーフィン、こういうね、快感スポーツで、そのスポーツっていうのはね、一人でできるんだよ。で、多分一年中できるんだよ、ウィンドサーフィンって。しかも奥が深いの。だから個人スポーツとしては非常に楽しいスポーツなんだね。で、誰でもできるようになる、自転車乗れるように。ということは球技ってさ、運動神経が発達した人が選手になるじゃない。あれずるくない？足が速い人とか特別できる人たちが、うん、僕ちょっと運動神経良くないから、でもう嫌だって言ってもうなるじゃない、選手になれないなら。ウィンドサーフィンってさ、運動神経いいとか悪いとか関係なく誰でもできるから、でそのうちちゃんとできるようになるんだよ、新次君でも。本当ですかね。もう友達もう40歳から始めた、今までスポーツやってなかったんで運動神経悪いからとか足が遅いからっていう人始めて、もう3年後に今バンバリバリ、もう楽しい楽しいので、しかもね、年齢いった人の方が始めた時早く上手くなる。なぜかっていうとね、向上心が高いの。ほら、新築の時ってさ、まだこう何かを始めるって他にもいろんなことやりたいから、はい、一つのものにグーッと突っ走らないじゃない。やっぱ彼女と遊びに行きたいと思うだろ。そうですね。ね、ところが例えば50代の人が始めると、ウィンドサーフィンって言ったらもう向上心があるから必死で練習するわけさ。で、上手くなろうと。で、練習って言葉はまずないんだけどね。その海に行ったらもうすでに楽しむから。で、練習って辛いからなるべく早く切り上げたいと思うだろ、はい、ところがもう朝から晩までずーっとやってたいのよ。あの、子供が昔遊びに行って帰ってきなさいって言っても帰らないようにやめないんだから。もう自然と本当に楽しくてずっと乗ってたい。ずっと乗ってるんだよね。これはね、やっぱり自然の中で遊ぶスポーツ独特の感覚だね。でもなんかその自然の中だからこそ、うん、例えばその、まあ、風を利用するっていうのもそうなんですけど、うん、風をこう例えば読んだりとかすごい難しくないですかね、うん、自然のものを。難しいよ。ちょっとどっちなんて、だって本当は難しいんだよ。
通の人にはもうできないとてつもないことをやってるうちにいつかはできるよ。だって簡単なものだったらできてもなんだってなるじゃない。例えばだよ、風が見えるようになるんだよ。え、風が見える？僕今変なこと言ったでしょ。いや、こそうです、なんかエスパーみたいなこと言ったでしょでもね、本当に僕ら海海面見てると、俺あそこのところに、あとね23秒したら風が今ここまで届くよっていうことが言えるの。え、いや18秒前だよ、15秒前だよって言ってで俺がゼロって言った時、本当に風が髪の毛ブワーッとなるからね。え、言った通りにですか？なる。でその風は5秒間しか続かないからねっていうのを言える。え、なんでそんなことが分からないんですかね。すごいだろ今海に出てるウィンドサーファーみんな分かるんだよ、初心者以外は。え、そんな特別なことじゃないんですか、風が見えるっていうのは。おそらく特別なことだよ。特別なことなの？人間としてね、特別なことを僕らは普通に獲得できる、ウィンドサーファー。すごくない？具体的にどういうことなんですか風を見るっていう。具体的にね、ウィンドサーフィンやってるとね肌では感じられるじゃない、ザーって風を、うん、はい、それがなぜこの風が今強くなったり弱くなったりしてるんだろうっていうのを海面を見るような癖がつくんだよ。うん、そうすると海面の濃いところ薄いところが見れるようになる。今見ても多分分かんないけども、だんだん見れるようになる。その濃さで風速が変わるの。5メートルから7メートルになったり、7メートルが急に3メートルになったり。風って一定じゃないんで。濃さっていうのは海の色、色の濃さ、色の、うん、それによって風の強さが分かる。強さが分かる、あるいは向きも分かる。例えば真南の風が10度方向が変わるとかね、南からちょっとだけ東に変わるとか、それも分かるよ。だから今見えてる海の今1キロ四方ぐらいを10メートルの方眼紙で分けたとすると全部言えるの。僕だけじゃないよ、もう3年4年やってればみんな見えるようになる。それ自然に身につく、うん、身につくんだ、力なんです。それはそうなんだ、すごいだろ。不思議な感覚ですね、風を見るっていうのは、うん、風を見るって言ったらもう嘘つきみたいじゃない。いやいやいや本当そうですよ見えるっていうのがね、でも言葉としてね分かるじゃないんだよ。風がやっぱ見えるって言うしかないんだな。あるいは空の気象、雲の形とかね、雲の色とかで、ああもうすぐ風が強くなるよとかね。あるいは24時間後ぐらいの風予報は僕らみんな分かる。24時間後まではえ、そんな先まで分かるって。分かる、もうまあ3日ぐらい以内ぐらいだったらなんとなく分かるな、3日先。本当ですかそれ。うん、だからよく天気のことを漁師さんに聞けって言うじゃない。ところがね、僕らウィンドサーファーに聞くね。ウィンドサーフィンやってる人このウィンドサーファーって言うんだけど、ウィンドサーファーに電話して聞くと、だいたい明日ね8時半から風が吹き始めて12時半ぐらいまでが一番強いかなとか、で2時になったらちょっと止むからとかいうことも普通に言えるんだよね。そんなに細かく分かるものなんですね。細かく分かる。そういう天気の時は空を見るんですか。ね、やっぱり天気図っていうのがあるじゃない、はい、の細かい天気図、今ねインターネットで調べられるから。天気図にも高いところの気象の天気図もあるし、下の僕らが住んでるところの気象もあるし、それを組み合わせてね、そうすると大体分かってくる。だから天気を大体みんな録画してるね。ウィンドサーファー6時53分からの毎日録画できるようなシステムしといてね、でサラリーマン帰ってきたらそれ夜見るわけですよすごい本気ですね。なんかだから向上心がすごくこう高くなるのよ。だからもともとアウトドア系じゃなかった人たちまで海に来るようになるのは、やっぱりウィンドサーフィンっていう風をつかんでね何かするスポーツってあんまりないんだよ。で風が吹いて喜ぶ人たちってねほとんどいない。桶屋さんぐらいだよ。だって風吹いたら絶対嫌がるでしょ。普段は嫌ですね、工事する人でも、うん、ねえいいわけないのに。ウィンドサーファーだけは風が吹いたらキキッとして、窓の外の木が都会でね揺れたりしたら、それだけで今何メートルの風がどっち向きの風が吹いてるまで分かるわけだ普段からもう風が吹けばそのことばっかり。そう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 。Carregada pelo vento, foi você que vem chegando, vai entrando e tome assento. Foi você que vem chegando, vai entrando e tome assento. Desapei dessa tristeza que eu lhe dou de garantia, a certeza mais segura que mais dia menos dia no peito de todos.
todo mundo vai bater a alegria no peito de todo mundo vai bater a alegria三菱自動車ピートの不思議なガレージ。今三菱自動車では乗って実感フェア体感試乗キャンペーンを実施中。自分で発電しながら EV 走行でのロングドライブを可能にしたプラグインハイブリッド EV システム搭載のアウトランダー PHEV、 力強い走りと堅牢ボディが魅力のデリカ D5、 加えて広い室内空間の EK スペースをはじめ EK ワゴン、EK カスタムと個性的な軽自動車ラインナップを取り揃えています。今なら対象車種にご試乗いただくと三菱自動車ピートの不思議なガレージオリジナルアウトドアボトルセットをプレゼント。これからのアウトドアシーズンに役立つこと間違いなしです。週末は三菱のお店であなたにぴったりな一台を見つけてみてはいかがでしょうか。2つのモーターが生み出す圧倒的なパワー、しかも驚くほど経済的、それが SUV の走りを新しくするプラグインハイブリッド EV。 三菱から生まれた電気で走る 4WD SUV アウトランダー PHEV。 どうだ新一、ウィンドサーフィンに興味が湧いたか。まあ少しは。でも石丸さんって前にテレビの筋肉番付で見たけど運動神経の塊じゃないですか。僕にできるかどうかはちょっとな。そのネガティブ思考なんとかならんのか。ネガティブなんじゃなくて慎重なだけですよ。まあいい、次はウィンドサーフィンの歴史を見に行くとしよう。さあさっさと乗れ乗れ。ウィンドサーフィンの歴史にHere we go!大きなヨットハーバーだな。どこです、ここは。アメリカですか。そうだ、カリフォルニアにある世界最大のヨットハーバー、マリナデルレイ。時代は1968年の3月だ。1968年、47年前か。お、向こうで男の人が2人何かしてますね。ほらほら、どんな時代のどんな言葉も翻訳してくれる都合のいい装置をつけてついてこい。やー、ホイール、ジム、 N 博士、久しぶり。後ろにいる猫を抱いた若者は誰だい？あ、N 博士の友達で新一って言います。僕はホイール・シュワイツァー、コンピューターのソフトウェアの会社の副社長をしている。よろしく。僕はジム・ドレイク、仕事はジェット機の設計だ。よろしく。あ、どうも。お二人は友達なんですか？僕は毎週末自宅に近所のサファーやヨットマンを招いてパーティーを開いているんだけど、ジムはそのパーティー仲間なんだ。パーティーの席でサーフィンとヨットを一緒にした新しいマリンスポーツができないかって話で盛り上がってね。二人で試行錯誤を重ねた結果これに至ったってわけさ。あ、でっかいボードが置いてある。 N 博士、ここを見てくれよ。ほほー、マストと板の接合部分にユニバーサルジョイントをつけたんだね。何です、ユニバーサルジョイントって。360度どんな角度にも曲げられる継ぎ手のことさ。ヨットは舵を使わなくても帆を動かすだけである程度操縦できるだろ。そこにヒントを得て帆を自由に動かしてボードを操縦することを考えたんだ。なるほど。おしゃべりはこれくらいにして、そろそろ実験を始めよう。よし、板を水面に下ろすぞ。あ、僕手伝います。私も手を貸そう。せーの、浮かんだ。ゆっくりボードに乗ってセールを起こして、
うまくセールを起こせたな。よし、出発だ。あ、穂が風で膨らんでボードがゆっくり進んでいく。お、よいしょ。さてと、我々は旅の途中なのでそろそろ行かないとね。ああ、急いでいるのに手伝わせて悪かったね。いやー、いいんだ。それより実験成功おめでとう。ありがとう、N 博士。今の2人がウィンドサーフィンの発明者ってわけですか？そう、彼らはあの板にウィンドサーファー艇という名前を付け、特許を取得し、翌1969年2月から一般販売を開始した。これがウィンドサーフィンことはじめというわけさ。なるほど。じゃあ次の場面いくぞ。あ、もしかしてハワイ？そうだ、マウイ島のホーキパだ。時代は1984年、さっきのウィンドサーフィンことはじめの16年後だ。ビーチに人が大勢集まってますね。うん、マウイグランプリというウィンドサーフィンの大会の真っ最中なんだよ。次はセールナンバー US1111、 地元ハワイのヒーロー、ロビー・ナッシュだ。ロビーナッシュ、スノーボードのショーン・ホワイトしかり、マウンテンバイクのショーン・パーマーしかり、アメリカの横乗り系スポーツには必ず一人カリスマがいるものだが、ウィンドサーフィンではなんといってもあのロビーナッシュだ。そんなにすごい人なんですか？まあ見ていてみろ。ロビーがスピードを上げて波に向かっているぞ。波を利用してジャンプ、高い、これは高い、10メートルは優に超えている。ボードごと前に大きく一回転した。見てくれ、これがロビーナッシュのフォワードループだ。すごい、ウィンドサーフィンで一回転しましたよ。ホイル・シュワイツァーとジム・ドレイクが開発したウィンドサーファー艇は、発売2年後の1971年にハワイに渡り、カイルア・キッドと呼ばれるオアフ島の若者たちの間に急速に広まった。1963年生まれ、カイルア育ちのロビー・ナッシュは11歳でウィンドサーファー艇に出会い、1976年スピードを競うスラローム競技の大会に出場して優勝した。13歳で優勝したってこと？そうだ。さらに77年から79年まで3年連続でスラロームのワールドチャンピオンにもなっている。すごい。ウィンドサーファー艇は穏やかな水面を搬送するためのもので、風が強く波の大きいハワイの海には向かなかった。そこでカイルア・キッドたちはボードを改造し、波を利用してジャンプするウェーブパフォーマンスという遊びを編み出し、1982年からはホーキパのビーチでウェーブパフォーマンスの大会を開催した。ロビー・ナッシュはここでも優勝してオールマイティぶりを発揮したっていうわけだ。まさにカリスマですね。その後ウィンドサーフィンはウェーブに代表されるアクション系とスラロームに代表されるレース系の2方向に分かれ、それぞれに進化したというわけだ。ウェーブなんか今じゃ高さ20メートルまで飛んで3回転するのが当たり前なんだぞ。すごいな。3回転も。では最後にもう一つ、ウィンドサーフィンの面白い競技を見に行くとしよう。レース系とアクション系の他にまだあるんですか？あるんだ。百聞は一見にしかずだ。砂漠の真ん中に水路がある。面白い景色だな。ここはアフリカですか？そして暑いな。アフリカ南西端にあるナミビアのチャンネルセカンドという砂漠の中の運河だ。時代は2012年11月。最近だな。向こうでごつい体格の男がウィンドサーフィンの準備をしてますよ。そうだ、彼はフランスのプロウィンドサーファー、アントワン・アルボー。この年のスラロームの世界チャンピオンだよ。そんな人が
こんな砂漠の中で何をしようとしてるんですか？彼に直接聞いてみろ。アルボンさん、お取り込み中すいません。なんだい？何を始めようとしてるんですか？これからウィンドサーフィンで搬送のスピードの世界記録を更新するんだ。搬送の世界記録？500メートル間の平均速度を世界中で競っているんだよ。俺は4年前に 90.91 キロ、2年前に 96.39 キロを出したから、今日は何としても100キロを超えてやろうと思ってね。100キロ？ここは風の条件がいいから必ず出せると思うよ。かわいい猫だね。抱いてもいいかい？ああ、どうぞ。ピートって言います。ピートか。よし、いい子だ。そうだ、この猫ちょっと貸してもらえないか？いいですけど、どうされるんです？猫はハンセンの守り神だからね。お守り代わりに乗せていこうと思って。どうだピート？お、ピートも乗りたいって言ってるぞ。そいつ船が大好きなんですよ。風も出てきたし、今がチャンスだな。よしピート、俺の足にしっかり捕まってろ。出発だ。ピート、大丈夫か？うわー、滑るように出ていった。ピートのやつ必死で捕まってる。ピートは大丈夫だ。新一、あのウィンドサーフィンのセールを見て何か気づかないか？え？強い風を受けているはずなのに尾が全然膨らんでない。正解だ。帆に風をはらんで進むとスピードが出た時、かえって帆が抵抗になってしまうんだ。だから今の帆は飛行機の翼の原理で、前後に風を流して発生する揚力で進んでいるんだ。あれで新記録が出せるかな？大丈夫だ。この日アントワン・アルボーは時速 100.26 キロの世界記録を見事達成することになっている。残念ながらこの記録はベスタスセールロケットというヨットが出した時速121キロにすぐに破られてしまうがな。ああ、今はそのヨットが記録を持っているわけですね。そうだが、セールロケットは帆のついたロケットのような機体の中に人間がすっぽり入り、水中翼で水面を滑るすごい構造のヨットだ。まあ俺は普通のウィンドサーフィンで100キロ超えを達成したアントワン・アルボーの方がずっとすごいと思うがな。確かに。よし、じゃあ現代に戻るとするか。え、でもまだピートが。ああ、アントワンは友達だから後で戻ってきて返してもらっておくよ。ピートももうしばらく世界最速の搬送を味わいたいだろうからな。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。今三菱自動車では乗って実感フェア体感試乗キャンペーンを実施中。今なら対象車種にご試乗いただくと、三菱自動車ピートの不思議なガレージオリジナルアウトドアボトルセットをプレゼント。週末はお近くの三菱のお店へ。電気で走る 4WD SUV 三菱アウトランダー PHEV。 前輪と後輪の2つのモーターが生み出す圧倒的なパワー、しかも驚くほど経済的。それが SUV の走りを新しくするプラグインハイブリッド EV。 自分で発電するから行きたい場所へ自由に行ける。三菱から生まれた電気で走る 4WD SUV アウトランダー PHEV。 かわいい赤ちゃんはいても、かっこいい赤ちゃんはいない。誰もが成長しながらかっこよくなるのだ。 K もここまでかっこよくなった。マイベックターボエンジン搭載、かっこいい K、 三菱 EK カスタム。静岡県はお前崎に到着だ。向こうで誰か手を振ってますよ。ああ、あの方は日本で唯一のウィンドサーフィン専門誌ハイウィンドの編集部、越川修司さんだ。ああ、N 博士、
越川さん、こいつね、友達の新一って言うんですけども、こいつにウィンドサーフィンのことを教えてやってもらえませんか？はい、いいですよ。越川さん、ウィンドサーフィンをやってて一番面白いところとか、こうなんかテンションが上がる瞬間っていうのは、はい、どういうところなんですか？ウィンドサーフィンのですね、一番面白いところ、魅力っていうのはですね、プレーニングだと思うんですね。プレーニング、はい、プレーニングっていうのはですね、まあ、弱い風でスルスルとこう進んでいったこうウィンドサーフィンのボードがですね、はい、例えばこう途中で強い風をですね受けたりすると、だいたい速度にして時速25キロぐらいだと思いますけども、それぐらいを超えたあたりから水面の上を走ってるボードが水面を浮き上がってですね滑るように走るようになるんですね。水面から浮き上がるんですか？浮き上がるんですね、はい。要するにスピードがこう水面の上でどんどんですね、一体がこう速く動いていくときにですね、完全に浮き上がってしまうという状態になります、はい、ちょっと飛んでるみたいな感じがする。そういうことになりますね。要するに水面を滑走しているという状態ですね。その状態が楽しいっていうことなんですか？そうですね、ちょっと想像していただきたいんですけれども、ウィンドサーフィンの場合はですね、完全にその体はむき出しの状態ですね、はい、でさらにその水面の上であると、でそこを時速40キロなんですが、体がむき出しなんで体感スピードというのはだいたいその倍近くあるんじゃないかなというふうに思いますね。結構体感はすごいスピードを感じてるっていう、ね、はい、もうかなりのスピードをですね、まあ、バイクに乗ってるようなそれぐらいのスピード感はありますね。じゃあそのスピードに達した時のその爽快感みたいなものがハマっていく、はい、そうですね、まあ、アドレナリンといいますか、それがこうバッと出てくるような感じでですね、それが癖になって、もう風が吹くとそわそわしてですね、週末であればもう海に行く、あるいは週末でなくても平日であってもですね、外の木が風で揺れてるのは気になってしょうがないというふうになってしまうのが、まあ、ウィンドサーファーですね。そんなにその風に乗りたくなってくる。そうですね、それぐらいもう本当に風と海が恋しくなってしまうっていうのがウィンドサーファーの特有の病気だと思いますけれども、こうサーフィンとかヨットとかとはまたちょっと別の楽しみでもあるんですかね、はい、そうですね、まあ、フリースタイルというですね競技なんですが、波を使わないで平らな水面の上でジャンプをしたり回転をしたり、トリックをですね繰り出して、それをいかにうまいか、それを競う。え、波がないところで飛べるものなんですか？飛べます。波がないところでも風だけで、風の力だけで飛べます。スケボーでこうジャンプする時みたいな感覚ですか？そうですね、スケボーの場合はそのジャンプ台があったりとかですね、はい、それから何かきっかけを使ってですね飛び上がったりってすることがあると思いますけども、それと同じでボードをですね水面にグッと踏み込むことで、その反発を使ってジャンプするということができるですね、そこから風が入るともっと結構高くまで飛べるものなんですか？そうですね、まあ、2メーター弱近くまで飛ぶことはあるんじゃないですかね。結構飛びますね。結構飛びますね、はい、2メートル風だけの力で浮き上がるってことなんですね。そうですね、その力と、はい、波使ったらもっと高く、波使ったらもっと本当に高く飛びます。これはですね 5,6 メートルとかっていうのは普通ですし、それからジャンプ大会っていうのがですね、まあ、あのハワイで開かれた時があったんですけども、そこで一番この間飛んだ人で 12,3 メーターすごいですね、はい、波の力、強風で波の力を使うと世界トップレベルの選手であればそれぐらいの高さまで飛び上がることができるということですね。でも10何メーター飛び上がったとしても、はい、そのまま落ちてくるわけですよね。そうですね、そういうことですよね、はい、それはもう単純に高さを競うための競技だったので。なるほど、はい、ただしその、まあ、ウェーブパフォーマンスという競技においてはその着地の美しさっていうのもポイントになりますので、普通にそのウェーブの競技の中で行われるジャンプの場合は、まあ、数メーター飛び上がって、あるいは回転をして着水すると、でそのまま走り出すというですね、まあ、それがジャンプの完成っていうことになると思います。はい、なんか例えばこれからの夏に向けて、はい、季節とかっていうのは、はい、ウィンドサーフィンには適した季節なんですか？そうですね、ウィンドサーフィン夏というイメージがすごく強いと思いますけれども、気象条件でいうと夏っていうのはですね、あんまり風は吹きやすい季節ではないですね。どっちかというと日本は、まあ、冬であったりとかですね、春の方が非常に風はよく吹くんですけれども、ただ夏は夏でですね、その夏特有の風というものがありまして、非常にこう昼間太陽が照ってですね、地表が温まるとですね、そこに上昇気流が起こると、でその上昇気流に引っ張られて海上からですね陸地に向けて風が吹くんですね。
でこれをサーマルウィンドというんですけれども、これはサーマルウィンド、はい、サーマルウィンドですね。これはあの夏特有の風でですね、でこのサーマルウィンドというものをこう狙って、夏の特に夕方その風を捕まえようとですね、ビーチにウィンドサーファーが集まってくるということがありますね。夏は夕方なんですね。そうですね、夏は夕方ですね。また昼間だとね、日光が照りすぎてて非常に暑いと。ウィンドサーフィンは基本的には水の中ではなくて水面で遊ぶものなので暑くなりすぎちゃうということもありますので、で夕方だともう日が傾いてきてですね、昼間のような太陽のその刺激もですね、まあ、弱まっている中で、サーマルウィンド海風ですから、海からのその風、非常に気持ちいい風ですよね。でこれを受けながらですね、まあ、海の上を滑ると、そういうなんていうか非常にゆったりとしたですね、楽しみ方ができるのがですね、この夏のウィンドサーフィンのいいところじゃないかなっていうふうに思いますね。おい新一、アントワンからピートを返してもらってきたぞ。ほら、あーよかった、ピート、時速100キロのウィンドサーフィンすごかっただろう。さすがに少し怖かったと見えて毛が逆立ってますね。体感速度は倍だって言うからな。Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Oh, また逗子海岸だ。さて今度はこの逗子にある日本屈指の歴史を持つウィンドサーフィンスクールの方に話を聞こうと思ってな。ああいたいた。やあ N 博士。新一、こちらは逗子ウィンドサーフスクールの真壁義正さんだ。真壁さん、こいつね新一って言うんですけども、こいつにウィンドサーフィンのイロハを教えてやってもらえませんか。いいですよ。ウィンドサーフィンって、うんうん、いつ頃が一番人気があったんですか。人気はね、やっぱりオリンピックに決まるっていうところから。それっていつ頃なんですか。82年かな、アジア大会で日本人が金メダル取ったの。え、すごいです。すごいんですよ。で84年のオリンピックのロサンゼルスでオリンピック種目に完全に決まったっていうところからどんどんお店が増えて、ウィンドサーフィンてるお店が全国で1,240〜1,270ぐらい。結構多いですよね、うん、もうデパートでも売ってたもん。ウィンドサーフィン、ウィンドサーフィン結構身近だ。それが今ね60件とか言ってたかな。ずいぶん数がちょっと寂しいよね。その頃はじゃあやる人もすごい多かった。そうだから、初めそのオリンピックに決まるぐらいの時は90万人ぐらいが1回は乗ったことがあるっていう人がいたんですよ。でもう絶対に84年のそのロサンゼルスオリンピックでは行けるってみんな思うじゃないですか、はい、だからその辺からねどんどん盛り上がって、そっから一気に300万人ぐらいまで増えていった。すごい勢いで増えましたね。でね、500万人まで行くと最先端っていうのね、要はあの人口の 5% がやってるスポーツとかそういうものを最先端で、 10% やってると流行ってるっていう。そこへ僕は行くかなと思って一生懸命やってたんだけど、残念ながら500万行かないっていう。でも300万人って結構な数ですよね、うん、だって全国だからね。でうちの生徒も1000人超えてたし。そんなにいたんですよ、うん、なんか大きい中学校みたいな。すごいですね。え、それは年代問わずいろんな人たちがやってたんですか。そうなの、子供から大人まで。ちなみにこの真壁さんがやられてるここのスクールっていうのは乗り方をまずは教えてくれる。そうなの、もう40年ぐらい教えてるからね。
通の例えば人っていうのは何から始めるものなんですか。だいたいねフリースタイルウェーブって言って両方できそうなやつ、スピードも出るし曲がったり飛んだりもできるし、それでいて風があんまりない時でも走れるっていう。初心者向けではあるんですか、やっぱりその中級以上だけどね、はい、今ね入門艇とかねどこもみんな買わない、うん、前はね1年ぐらい乗ってからっていうのがあったんだけど、スクールのカリクラムが要は僕らの教え方が何十年もやってると上手くなるじゃないですかでね3日ぐらいでね入門艇は卒業しちゃうの。あ、そんなに早いんですか。早い。え、その3日である程度のもう技術がついちゃう、基本的なことがついちゃう。ついちゃう。そんなに早いんですか。早くなりましたね。それはもう例えば運動神経がいいから3日でとかではなくて、ではなくてバランス感覚とかっていうのがは重要です。ちなみにここではその道具っていうのは貸してもらえるんですか。うん、レンタルもあるしショップもあそこにあるじゃん。あそこ分かんないよね国道沿いにあるんで欲しかったら買いに行けばいいし。じゃあ一番最初は何も持ってなくても、そうそう、あの道具も貸してくれて、うん、やれるっていうこと。やれるやれる。あ、こういう道具とかっていうのは実際どれぐらいするものなんですか。あのね、ピンからキリまで。だ入門艇なんかだと13万ぐらいなんだけど、次に乗るのが中級者って言われていて、学生が今大会なんかで使っているクラスのものと同じ形のものを使うんですけど、それも10日ぐらいで、それ28万ぐらいするかな、セットで。全部で28万円くらい、うん、でもねそれも買わなくていいかな。その次に軽いのがあるんですよ。ボード運ぶのに軽く持てるやつがいいなと思うんで。重さがもう全然違うんですか。違うんですよ。ボードがねやっぱり20キロ近く重いやつと7キロとか8キロとか軽いやつがあるので。あ、本当半分以下ぐらいですよ。で大体みんなそういう軽い方を買うためにうちのスクールなんかにも来てくれてるんで。それは全部でいくらぐらいするの。だいたい50に行くか行かないかぐらい。50万円弱ぐらい、うん、セットでってことだった。セットで。はあ、そっか。そうなの。サイズとか、そう、体の大きさに合わせて変えたりとかですね。そう、今はリッター数で、だから例えば130リッターって言うとちょっと子供と2人乗りぐらいギリギリできるかなみたいなので、で110リッターぐらいだとその20キロ分リッター数が少ないのでやっぱりそれなりによく動く。リッターで言うんですか。そうなんです。大きさのことを。そうなんですね。そのリッターっていうのはどういう、結局だからそのボードを沈めたら水が何リッターこぼれるかっていうやつですよね。ああ、なるほど。浮力っていうので浮いている浮いてないって、だからジャンプなんかするやつはほとんど浮かないんですよ。70リッターとか70キロの人が乗ると少し沈んでるっていう感じ。それはやっぱりこうジャンプするためにそういうの、うん、やっぱり軽くてよく動く、もう気持ちでこう板回ってっていうと回るみたいな。じゃあ結構いろんな種類があるんですね。そうなんです。真壁さん、こうウィンドサーフィンって、うん、こう今こう流行りとか人気とかっていうのはどうなんですか。そうですね、今は何しろそのみんなの夢はやっぱりジャンプで気持ちよく波、大きい波に乗りたい、これはサーフィンと一緒だよねでスラロームボードっていうのがあるんだけど、はい、V を置いといてそこを行ったり来たりしたりコースをずっと要は風下にギャーってジグザグに走ってってスピードを競う、このマークを回るテクニックがあるの。ここでね、はい、抜かれたり倒れたりで、オリンピックはどっちかっていうと結構長い距離が、ところがね去年ねワールドカップで3位になったんですよ日本。すごいですね。分かってきましたね。メダルでしょ、メダルでしょ。で今度のリオ流行るかもしんないよ。今から覚えとかないと。ほんとモテるから。モテますかね。モテるモテる。だってウィンドサーフィンにオリンピックのあの競技のが あんな難しいのできるのって言われちゃうよ。簡単だから本当は。ぜひやって。Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar, benzinho. Saudade fez um samba em seu lugar.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。
テレビも携帯電話も驚くほど薄くスマートになった。ダブついた体も鍛えればシャープになる。仕事もプライベートも無駄を省くと余裕ができる。研ぎ澄まし、余計なものを捨て、コンパクトに軽やかに生きる時代。軽自動車を選ぶことはかっこいい選択かもしれない。洗練されたエクステリア、ゆとりのある空間、知的な運転サポート機能、軽快な走りを実現するマイベックターボエンジン搭載。 K はここまでかっこよくなった。かっこいい K、 三菱 EK カスタム。うちの軽自動車、後ろの席までエアコンの風が届きにくいのよ。 EK スペースなら後部座席まで風が届く。 K スーパーハイトワゴン初リアサーキュレーター、33の思いやり機能の一つです。大きな K を思いやりの K に、三菱 EK スペース誕生。詳しくは三菱のお店で。さあガレージに帰ってきたな。おかえりなさい。どうだった？時速100キロのウィンドサーフィンを見てきたよ。すごかったよなピート。ああ、そっちは昔カメラで何か発見できたの？見てこの写真。ん？小学生が2人写ってるだけじゃないか。どこだこれ？1999年5月24日今から15年前の今日、私たちの小学校の体育館の裏よ。ん？どれどれ？あれ？もしかしてこの2人の小学生、もとこちゃんとしんいちじゃないの？そう、小学校5年生のしんちゃんと私でもって、これがその5分後。うわ、しんいちがもとこちゃんを食べてる。あ、チューしてるのか。もう変なこと言わないでくださいよ。あれ、そうだったかな。もうしんちゃんがどうしてもしたいって言うからさせてあげたの。このこと思い出して昔カメラで調べてたのよ。もうそうしたらやっぱり。それはなんだしんいち、ただの引っ込み思案のネガティブ野郎かと思ったら、若い頃はブイブイ言わせてたのか。見直したぞ。違いますよ、誤解ですよ。あ、誤解って何よ、ちゃんと証拠の写真があるじゃない。いや、それはその、あの15年前の体育館の裏での出来事を忘れたことは一度もない。でも元子のやつも覚えていたなんて意外だった。あいつにとっては苦い思い出なのだろうか、それとも僕と同じく大切な思い出なのだろうか。どうだろうな。うわ、三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース、三菱自動車がお送りしました。ピートの不思議な週末。ピートのやつ、最近僕に何か隠し事をしているような気がしてならない。今日もいつの間にか姿を消していたので、町のオープンカフェに行ってみたら、一人で先に来ていて、テラス席で水族館に魚を納める会社ブルーコーナージャパンの石垣浩二さんの話に耳を傾けていた。どういうところに取りに行くことですか？メインとなる国はフィリピン、インドネシア、オーストラリアがダントツ多いですかね。それは理由があるんですか？フィリピンとインドネシアに関しては種類がとにかく多い。かといって彼らが全部種類を把握してないので、取りこぼし、それがまだまだいっぱい残ってる。それをやっぱり見つけに行く。深海魚も取られるって。深海魚って、はい、漁師さんは取らないですね。そんなに。もともと例えばオウムガイ、あれは食用として取ってるんですよ。中身は食って、殻はお土産屋に売るんですから、はあ、ただ問題なのはそれをアクアリウムで生かそうっていう考え
感覚がまるでないわけ、うん、別にすぐ死んでもいればいいんで、そうですね、で空いた殻は殻で売ればいいんだ、はい、そのオウム貝をやっている漁師さんの船にとにかく乗せてもらう。でオウム貝のカゴにどうでもいいような海牛とかが入ってきたりするんです、はいはい、彼らはオウム貝もいくらで売れるしかないけど、気持ち悪い海牛のでかいやつなんで興味ないわけですよ、はいはい、で私はそれは宝なんです。なるほど。でもそれは触った時点で手の跡がついて、そこから溶けてくるんですよ。海牛は深海のやつだから熱に弱いんで、でそれをゴム手袋をする、それで触りなさいってやる。へー。それを繰り返すしかない。今でも彼は捨ててたんで、ダメだよこれは。まあ現地の人にとってはそれは現金にはならないわけですからね。そうですね。だからそれを現金してあげるしかないんですけど。それは水族館だったらお金になるんだよっていうことを教えたら、今度触るなよってことを、触ったらこれは溶けるぞと、溶けたら買わないよって言わないと。ああ。でその集中的なものにちゃんと見張りさせて。あ、そうか。それのだから繰り返しだから、本当にその常にやってる人たちとのまあ信頼関係と、本当目的意識を持って水族館に常態化を泳がすために取るんだっていうところからいかないと全く仕事にならないです。なるほどね。石垣さんの海の魚の話に耳を傾けながら、ピートがうまそうに舌なめずりをしたのを僕は見逃さなかった。やっぱ最近ピートのやつどこか変だ。